1920年代に撮影されたアルバロ・コラード。アルバロは、イタリア・サン・ルーカ出身の詩人、小説家、ジャーナリスト。1951年に、同国出身の小説家であるジョバンニ・ニベルガのベリズモの影響を受けて、ある作家の日々を表して、イタリア文学界最高の賞とされるストレーガ賞を受賞した。1895年4月15日。 イタリアカラブリア州のサンルーカに小学校の教師を務めていた父、アントニオのもとに生まれる。ローマやウンブリア州で、イエズスカイ、ボーリングスクールにて教育を受けた。1915年1月に第一次世界大戦のためフィレンツェに不評として配属されたが、両腕を負傷し、イタリア軍の病院で過ごした。 なお、1917年に第一次世界大戦に参戦した自身の体験をもとに、詩集、海緑色の詩集を表す。1917年以降より、新聞、コリエール・デ・ラ・セラ、EN、イルレスト・デル・カルリーノに、ジャーナリストとして勤めた。1919年に、文学の学位を習得し、ミラノ大学を卒業する。その後も、ジャーナリストとして国内を及びトルコ ギリシャ、ロシアを旅行した。1926年に、諸女小説、迷路の中の男を表すが、アルバロは反ファシズム支持者であったためファシズムに押されて、亡命を余儀なくされた。1930年に、西ヨーロッパやロシアを放浪した。なお、1938年に、自身の放浪を振り返った、ルオモエ・フォルテを表す。第二次世界大戦後に、 イタリアに帰国。その後は日刊新聞の下で編集者として務めた。1951年にある作家の日々を表してストレーガ賞を受賞。1956年6月11日、ローマで亡くなる。アルバーロとも。ABC 版 u 百0大辞典 1973P30 川名公平。アルバーロ。日本大百科全書。 2019年6月10日閲覧。ありがとうございます。